福田ビジョンとは、日本の地球温暖化への対策としての温暖化ガス排出量削減構想である。2008年6月9日、第91代内閣総理大臣、福田康夫により発表された。2050年までに排出量を半減させることを目指したクールアース推進構想に基づいており、より具体的な対策に踏み込んでいる。2008年1月26日、 内閣総理大臣、福田康夫が、クールアース推進構想を発表地球温暖化問題が、世界的に喫緊の課題となる中で、2008年1月、日本は内閣総理大臣、福田康夫により、クールアース推進構想を発表し、2050年には、温暖化ガスの排出量を少なくとも半減させる、ことを目標に掲げた。これをさらに進めた構想として、 2008年6月9日、福田により、福田ビジョンが発表された。2020年までに2005年比で14%減が可能との見通しが示され、具体策にも踏み込んだ内容が発表された。一例として、2030年までに太陽光発電普及率を現在の40倍にする、2012年までに電球を省エネ電球にすべて切り替える、など、 個別の対策ごとに具体的な数値目標が提示されている。また、この構想の中で国内排出量取引制度の試験導入が初めて明言された。この発表において福田は日本国民へ向けて下記のようなメッセージを発している。福田ビジョンでは下記のように中期、長期の目標を掲げている。ただし、排出量の基準年は 京都議定書で定められた1990年からの変更も示唆している。下記のような対策内容が挙げられている。福田ビジョンの発表は日本国内及び米国など海外諸国に波紋を広げた。国際連合環境計画では金融イニシアチブ特別顧問を務める末吉、竹次郎が国内排出量取引制度導入について非常に 熱い氷を割ったと言えると指摘し、やると決めたのは英断だったと評している。東京大学生産技術研究所教授の山本、良一は、福田ビジョンで唱えられた、低炭素革命は、明治維新に例えるとわかりやすい。3年前の小池百合子さんによる、クールビズは断発例や、配当例だったと指摘するなど、前向きな評価も見られる。他方、 欧州と同等と言いながら基準年が欧州と異なり、実質的には1990年比で10%未満の削減割合に止まることなどから、国内外から強い批判も見られる。また、中期目標に関しては明らかにされておらず、政府はこの数値は、中期目標に等しいものではないとの談話を発表した。末吉は、中期目標を他国に先駆け公表すると、ポスト、 京都議定書交渉が不利になるとする意見を紹介しつつ、その意見に対し会議的な見方を示している。ありがとうございます。